はい、こんにちは、ミカスです。今日はですね、アウトドアの始め方第5弾なんですけど、アルコールストーブ、これについてね、ちょっとお話ししてみようと思います。前回の、アウトドアの始め方のボリューム2でですね、ちらっとね、アルコールストーブの弱点とかっていう話したんですけど、もうちょっと詳しいところ今日はやっていこうと思います。はい、でね、アルコールストーブっていうのが、まあ、どんなものかっていうと、まあ、これね、S ビットのアルコールストーブなんですけど、まあね、いろんなメーカーから出てます。で、これっていうのが小学校の理科の時に使ったアルコールランプと、まあ、似てるんですよ。こういったね、燃料を使う、まあ、バーナーになってますね。こうパコッと蓋開けるとね、まあ、パッキン閉じた、まあ、こんな風になってるんですけど、ここにね、燃料を入れて、このね、実はちょっと二重構造になって、この中にね、綿みたいなのが入ってて、まあ、二重で火が出るんですよ。まあ、アウトドアでね、アルコールストーブ使うとね、すごくね、雰囲気あって、なんかいかにもね、アウトドアしてますっていう感じもするしね、すごい楽しいんですよね、使ってるのが。ただね、これだけじゃ使えないんですよ。まあ、それがね、アルコールストーブの最大の、まあ、弱点というかな、まあ、そういうものなんですけど、じゃあ何が必要かっていうところなんですけど、まあ、結局ですね、これだけでは鍋とかね、まあ、コヘルとかを火にかけようとしても、ここの上を置くわけにはいかないんで、そのね、なんていうかな、台が必要なんですよね。五徳っていうんですけど、まずそれがないとダメです。おすすめなのがこちらです。バーゴの、まあ、これはチタンなんですけど、ヘキサゴンウッドストーブってやつなんですけど、まあ、本来はね、小枝とかを入れて燃やすためのものなんですけど、こういった金属の板になります。で、これをね、こう組み立てるわけですよ。こうね、燃やすんですけど、これが実はアルコールストーブとね、非常に相性がいいんです。このようにですね、中にアルコールストーブを入れるわけですよ。そうすると、まあ、もうこれでね、コヘル鍋、フライパン置けると思うんですけど、風よけにもなるんですよね。アルコールストーブ非常に風に弱いんでね、風よけと五徳を両方兼ねてるっていうね、そういうものになります。で、これじゃなくても五徳はいろいろあるんですけど、結局その風に弱いんで、ウィンドスクリーンを別に持っていかなきゃなんなかったりね、まあ、強風だとこれもウィンドスクリーンあった方がいいんですけどね、まあ、さっきね、折りたたんであったように非常にコンパクトに持っていけるんで、これはまあ間違いない商品だと思います。まあ、とりあえずアルコールストーブとこのね、ヘキサゴンウッドストーブがあれば、まあ、大体のことはできるんじゃないかと思います。はい、ただね、この組み合わせちょっと弱点があって、このね、ウッドストーブ、ヘキサゴンウッドストーブの中にこれをこういう風に入れるわけなんですね。で、アルコールストーブって火を消すときに、例えばね、この S ビットのやつだとこうね、取っ手がついてるんですけど、取っ手がついてるんでね、こう消せるんですよ。ただね、これ取っ手ついてないやつもあるんですよね。で、消すだけじゃなくて、これがこう火力調整も兼ねてるんで、トランゲアのやつとかはこれないんで、こうね、味ってなっちゃうわけなんですよ。そういう時にね、まあ、こういうマルチツール、まあ、マルチツールじゃなくてもね、トングとかでもいいんですけど、こういうのを持ってると、こうね、取っ手がないやつでもこう挟んでね、こうやってね、消せるわけなんですね。まあね、マルチツール、それ以外にも使い道いろいろあるんでね、持ってるといいんじゃないでしょうか。はい、でね、今ないんですけど、じゃあこれでシェラカップでね、お湯沸かしたいっていう時、ちょっとね、ここにシェラカップズボってこうね、安定悪いんですよ。ズボッと落ちちゃったりしてね。で、そういう時にこういうね、100円ショップダイソーで売ってるようなね、焼き網、これ乗っけてあげると、まあ、乗っけられるものの幅が広がると、まあ、非常に安定するといった感じですね。ただね、じゃあこれでね、シェラカップ乗せられるようになったんですけど、実際はね、シェラカップ乗せると結構火力これあるんで、周りからブワッとこうね、火が溢れちゃうんですよね。そうするとね、こうあじじってやっぱりなっちゃったりするんで、そういう時はバーナーパッド、これやってあげるとね、炎がこの網のとこからは出てこないんで、ちょっと火力はね、落ちちゃうんですけどね、まあ、こういうやり方もあります。まあね、ラーツとかソロキャンプ行く時ね、このセット持ってると、まあ、ガスとはまた違った楽しみ方ができるんで、いいんじゃないでしょうか。でね、実はですね、ミカス的におすすめしたい商品が、もう一つありまして、以前ね、紹介したんですけど、こちらです。
ロゴスのヘキサゴン、なんだっけ名前忘れてたな、ピラミッドグリルかの、一番ちっちゃいやつ、これですね。まあ、通常はこうやって使うわけですよ。これで中にちっちゃい炭入れて、まあ、炭火焼きができたり、あとはね、まあ、ちっちゃい枝とか使って焚き火もできる、非常に優れもので、しかもねデザインもね、こう美しいデザインでね、個人的にすごく大好きなんですね。でまずね、このロストル取ります。でアルコールソープを置きます。で、この側っていうのかな、これを乗っけるだけです。そうするとこんな感じになります。自分のねキャンプマニアの中で、ちょっとやってた時があるんですけど、これがね風よけにもなって、意外とねこう安定してるんですよね。で、まあ、ちっちゃいものから大きいものまで乗せられると。これ1個持ってると炭火焼き、焚き火、アルコールで使うってことも、まあ、できると。まあ、なんだったらアルコールストーブをもう1個持っといて、でバーグをね一緒に、これと一緒に持っていけば、まあ、こう2バーナーもできますよと。個人的にはねこれ非常におすすめです。まあどちらにしろですね、アルコールストーブ本体と、まあ、五徳が別に必要になりますよと。そこで初めて、こういうねコクヘルで、まあ、調理ができるようになるわけですね。でまあね、ミカスチャンネルではですね、アルコールストーブといえばストームクッカー、トランギアのストームクッカー、これをまあ一押しでやってきたんですけど、まあ高いんですよ、トランギアのストームクッカー。バリエーションはいろいろあるんですけど、まあ一番安いやつでも結構いいお値段しちゃうんですよね。ただですよ、ストームクッカーは、アルコールバーナー、五徳、風よけ、クッカー全部揃ってるんで、こういうものをね別々に買うよりはむしろ安いんじゃないかなと思います。ただね、こういうね板状に畳めるものに比べて若干かさばるのが難点ですかね。ただあれ、夜間とかも一緒にね持ってけちゃったりするんでね、まあバイクだったらこういう組み合わせ、こっちかこっちかみたいな、もしくはこれ両方あると一番いいのかな、焚き火しながら料理もできるみたいなね。で最後にね、まあ燃費があんま良くないんですよ、アルコール燃料で。そもそも燃料っていうのが薬局に売ってるんですね、もしくはホームセンターの、コーヒーコーナー、コーヒーをねコポコポするときって同じ燃料を使うんですよね。でその燃料を買ってきたままのボトルで持ち運ぶと非常に危ないと、漏れたりする危険性もあるということで、まあ、これね、これトランギアの燃料入れなんですけど、これに限らず、こういったね燃料入れっていうのがあるんで、こういうのをね一緒に買っといた方がいいと思います。でこれね、こうちょぼちょぼっと入れてね、あそうだ、肝心なもの忘れてましたね、火つけなきゃなんないんですよ。ガスみたいにカチッとできないんですよね。なのでね、ライターっつっても、こういうね伸びるやつ、こういうとこ火つけるのにね、普通の100円ライターみたいなのでこうやっちゃったりすると確実に火傷します。チャッカマンとかね、あとはこういうやつね持ってるといいんじゃないでしょうか。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあね。